8番の門馬と動いて赤番を通過現在先頭は門馬拓馬、2番手3番の石井その後ろ7番の柏木5番の緒横に揺れ合ってジャンが入った3コーナーここで5番の緒をさばき7番の柏木が3番手をキープして最終回に間もなく突入先頭は8番の門馬拓馬、3番手から早くも仕掛けていく7番者柏木紳介追いかける2番の島正静岡ワンツーなるか 4番の斎藤も動く1番の高橋を連れてのまくり最終回のバックストレッチ斎藤のまくりを芝が止める最終2センターカーブ先頭柏木柏木先頭2番手芝正輝そして4番の斎藤も粘って4コーナーから直線は柏木そして斎藤内斗と並んでのゴールイン。 新潟コンビを抑える8番の渡辺正人最終選考か赤番を通過した1センターのカーブ別戦の動きを式に警戒2度3度と後方を振り返る福島の渡辺正人に対し後方に下げていた5番地元の勝又涼がスパートジャンが入った3コーナーか2センター さあ突っ張った8番の渡辺正人番手は2番の高橋純襲いかかる地元の5番の勝俣を2番の高橋好ブロックさあ最終回に入った5番の勝俣は止められ交代切り替え1番の鈴木純が3番手追い上げる先頭は8番の渡辺正人2番手高橋純7番石川和弘の幕僚追い込みが3番手2番手まで迫って2センターのカーブ先頭は渡辺正人渡辺正人逃げ切りなるか番手の仕事をこなした高橋がかわしてゴールイン 坂木田を抑えさらに地元の吉田凛太郎を抑えて先行体制に入っていきます赤番からの先行勝負は2番の相馬武信北日本が先手を取って1番の柳内が切り替え4番手吉田凛太郎は5番手に下げる中坂木田雄介は8番手に置かれる展開2センターから4コーナー逃げる2番の相馬武信に対し 後方からのロングまくり5番の坂木田悠介合わせる地元の吉田麟太郎さあ、まくり合戦は坂木田と吉田その2人を9番の大泉がけん制最終回のバックステッチ逃げる2番の相馬武信6番吉田5番の坂木田失速か9番の大泉が止める最終2センターは先頭は相馬から9番の大泉中丸長江そして1番の柳井も突っ込んできたが抜け出したのは9番の大泉秀則。 大島は前をを切れず車を下げますその動きを見て3番の野中がスパート赤番を通過叩かれ1番の鈴木は4番手に車を下げますその鈴木宏との動きを式に警戒している3番の野中堀正美朝日出直と続き1番の鈴木は4番手インコース切り込んでいく6番の大川原和彦後手を踏んだのが9番の大島正人で最終回に入ります逃げる3番の野中雄二さあ今日は格上の意地を見せれるか 7番の堀美そして2番の朝日でただしと関東上位独占を目指のかさあ4番手から1番の鈴木博人がバクっていく7番の堀が1番の鈴木を止める最終回の2センターカーブ切り替え8番の長崎も動いて2センターのカーブは先頭は野中野中先頭から7番の堀そして8番の長崎も迫ってきたが勝ったのは7番車堀正美2着,2着は接戦5番の林リードか。 抑えられた中が抵抗せず車を引きました前後入れ替わります現在先頭は里見公平その里見を抑える1番の佐々木ライン2車ながらここは先行勝負に出るのか引いた里美は3番手一方2番の中川拓也 現在6番手で様子を見る展開さあジャンが入った3コーナージャンと同時にスパート2番の中川拓也抵抗していく1番の佐々木をここで2番の中川が飲み込んでいくさあ最終回先頭は2番の中川拓也1番の佐々木たたからインコース3番手9番の阿部康尾が番手をキープ2番9番体制3番手並走は佐々木と大沢難関勢出番あるか7番の山崎が自らまくって最終3コーナーか2センター9番の阿部が7番の山崎を止めに入るも2センターから4センター コーナーは県政制かいくり7番の山崎がまくるも8番の里見が強襲。 残り2週の赤番を通過。まだスローペース。先頭は7番の香山。香山インを突いて番手戦か稲吉裕太、四周なるか3番の間。ここで1番の蔡作がスパート。香山敦史を叩いて最終選考。今日は先手を取った1番の蔡作。2番手吉岡。そして田中が3番手。香山敦史は4番手。その後ろ間が四周。 ここで4番の菅谷が一発見せる最終回の1センターのカーブ先頭は1番の最迫けん制回いり4番の菅谷が齋迫に襲いかかるそして新井も動いたそしてさらに7番の加賀山も来る最終2センターはもつれた先頭菅谷そして新井7番の加賀山も迫って4コーナーから直線まくりが先制したのは7番車、千葉の加賀山篤。 残り2周の看板を目にしました鈴木健太郎車を引いて先頭は9番の荻原ここで2番の横関が動いて9番の荻原を抑え返します青井健二が3番手に切り替えていき引いた9番の荻原は4番手一方鈴木健太郎は7番手に置かれる展開でジャンが入ります先頭は2番の横関勇気まだそれほどペースを上げていません荻原直人は4番手 7番手に置かれる展開で4コーナーここでインコースをスルスルっとついた9番の荻原最終選考か2番の横関は交代先頭は9番の荻原2番手小橋2番の横関3番手鈴木健太郎のまくりが襲いかかる1番小橋の牽制回いくり逃げる9番の荻原に3番の鈴木が並んだ2センターのカーブ先頭は鈴木健太郎をまくりきり切り替え小橋が差を詰めるさあ最後はこの両者マッチレースも鈴木健太郎が振り切ったか さあまずは伊藤真が佐々木号を抑えて赤番を通過さらにインを切る6番の須永先頭、須永に代わって5番の竹内7番の伊藤は3番手に車を引く中 後方から巻き返していく2番の佐々木剛その行為を巡ってのマーク戦は胸影から死守したのが8番の西岡でありますが6番の砂川もペースアップ2センターから4コーナーインコース切り込んで9番の大塚が6番の砂川の行為に入る中2番の佐々木が6番の砂川を捉えた追走8番の西岡ト落車点と落車点と6番の砂川落車点と先頭は2番の佐々木剛必死に追いかける8番の西岡そして9番の大塚3番手以下5番7番体制で2センターから4コーナーセーフティーリード2番の の佐々木豪が圧勝です。焦点は2着なさい。8番の西岡,西岡が残りました。 残り2週半ばを通過3番、柳田和樹を強引に抑えた8番の藤井英二2番手、9番の吉田3番の柳田3番手をキープ一方、後方で腰たんた々との選挙を伺かがっていた久米晃平が九州勢を連れて一気にスパート。 3コーナーか2センター、右の8番の藤井を5番の久米が捉えた、最終選考、風を切った久米公平、2番手1番の牧、そして6番の長本と、久米ラインがそっくりと出切った、8番の藤井は戦たか交代、そして3番の柳田和樹、中段からまくっていく、最終回のバックストレッチ、1番牧の牽制、しかし3番の柳田、かいくぐり、5番の久米公平を柳田のまくりが捉えた、切り替え、牧、追走4番の福田、4コーナーか直線は3番の柳田和樹を押し切ってゴールイン。 残り2週中盤を通過さあ先頭は塚本このまま腹をくぐっていくのか3番手5番の飯田8番早川並び3番の末駅もスパートさあ6番の塚本勝志先頭でジャンが入ります先頭は6番の塚本勝志2番手大橋徹栃木江勢が先手を取る5番の飯田健司は難なく3番手をキープした3番の末駅工事苦しい展開となっているさあ先頭は6番の塚本 射程圏内からまくっていくのが5番、車、飯田健治1番の山田、9番の萩谷地元勢を連れて栃木勢をまくりきった5番の飯田そして1番の山田追走、9番の萩谷最終2センターから4コーナー1番の山田、差を詰めることはできるか5番の飯田健治が山田を振り切って優勝。 短期の2人松岡、鈴木そしてインコース4番いや9番の近藤隆司が4番の鈴木に絡んでいくのか赤番を通過まだスローペース別線の動きを警戒し2度、3度と後方を振り返っているのが7番の横山番手は芦澤近藤隆司は6番手坂本隆は8番手でジャンを聞きますさあここで5番手から一気にかましていく4番車鈴木伸之短期でのかましそのかましに7番の横山が追走さあ最終回 S, S 級決勝戦も残り1周、逃げる4番の鈴木伸之、番手にはまり絶好の展開となったのは横山久典、後ろは芦澤以下、5番、8番、9番、1番、3番、6番体制、坂本、近藤、出番なしか、最終3コーナー、赤センター、逃げる鈴木、押し切りなるか、番手から横山が懸命に差を詰める、そしてきたきた9番、近藤龍二が一気に突き抜けたー。